ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。はぁ、退屈だわ。なんか新種の生物とか見つからないかしら？お前なぁ、そんな簡単に新種の生物が見つかるはずがないだろうが。と、言いたいところなんだがそうでもなさそうなんだよなぁ。え、どういうことよ？実はつい最近、新種の謎生物が漂着したという情報を耳にしたんだ。え？新種の謎生物が？どういう生き物なのよ？紹介してちょうだい。それじゃあ、今回は漂着した新種の謎生物について解説していくぜ。マリサさん、それじゃあ早速、おっとその前にチャンネル登録と高評価ボタンを押してくれると、モチベーションが上がります。よろしくお願いします。それじゃあゆっくりしていってね。まず最初に紹介するのは、アメリカ、アラスカ州にて発見された謎の生物だ。とりあえず写真を見てもらうことにしようかな。こいつが打ち上げられていたらしいぜ。わ、なんだか切り傷みたいなものがついているわ。これってもしかして、何かに襲われたのかしら？どうやらそうみたいだな。他にも怪我をしていたみたいだし。でもこの子、なんだかちょっとイルカみたいな顔をしている気がするわね。もしかして、イルカの仲間なんじゃないかしら？お、よくわかったな霊夢。正解だ。イルカの仲間というか、こいつはクジラらしいぜ。クジラなんだ、ずいぶんイルカみたいな顔をしたクジラなのね。体長は 7.3 メートルほど。クジラにしては少し小ぶりかな？と思うサイズだぜ。発見当時は風が吹いていて、このクジラは半分砂に埋まっている状態だったそうだ。たまたま発見したのが生物学者だったらしく、この生き物を見た途端、正体がわかったそうだぜ。え？見ただけで正体わかるの？さすが生物学者、すごいわね。灰色の皮膚に、どうやら普段は深海で過ごす傾向にある生物。その正体は、どうやらツチクジラだということらしいぜ。ツチクジラ？あんまり聞いたことのない生き物なんだけど。ツチクジラは、頭部の形状が土に似ていることからそう名付けられているみたいだぜ。体の色はほぼ一色で、明るい灰色から黒色をしている個体が多いらしいんだ。胸びれは小さくて丸くなっていて、背びれもそこまで大きいものは持っていないようだ。割とそこそこ発見される種らしいんだが、この時生物学者は、ある違和感を見つけたらしい。ある違和感？何があったの？ツチクジラにしては肉の色が濃すぎていて、さらに背びれは大きくて、柔らかかったそうだ。そして生体というには小さすぎるのに対し、歯は年齢のため摩耗して、黄色がかっていたんだ。どういうこと？それじゃあこのクジラは、ツチクジラではなかったってことなのかしら？結論から言うと、このクジラはツチクジラではなく、全くの新種であることが判明したそうだぜ。全くの新種、それはすごいわ。詳しく調べたところ、ツチクジラよりも小さく、妙な体型をしている黒いクジラだったそうで、日本でも稀に網にかかることがあり、漁師たちはカラスと呼んでいたみたいだぜ。黒いからカラスってことかしら？日本人、意外とオシャレな名前をつけるじゃないの。新種のクジラが発見されるのは非常に珍しく、近年ではクジラ目の新種が見つかったのは、たったの5件だけだったそうだ。さらにそのうち2件はイルカだったらしく、わずかに基地の種と違うだけの近縁種の間に収まるようなケースばかりだったという。それじゃ、今回の発見は本当に珍しいケースってわけ？本当に快挙だわ。今回の新種はツチクジラ属に含まれることになるが、これまで発見されてきた種の中では、大きく違った特徴がいくつも見られたそうだぜ。どうやら北海道の根室海峡において、古くから黒くて小さなクジラの群れがある、というのが、噂として流れていたらしいんだが、ほとんど都市伝説というか民間伝承の世界で、科学者たちはその話を本気で信じてはいなかったみたいなんだ。民間伝承でしか知られていないようなクジラが、今回見つかったってこと？まるでおとぎ話の世界の生き物が、本当に実在したかのような話じゃない。新種を記述するためにはとにもかくにも、目撃情報ではなく生態の確保が重要だ。こういう生き物がいた、という情報だけでは、新種として登録はできないということだな。でも北海道で前から見られていたなら、ぜひ北海道で新種として見つけてほしかったわ。まあそこは時の運もあるから、ある程度仕方ないぜ。今はとりあえず、新種が見つかったことを喜ぼう。それに、新種が発見されたからといって、あんまり油断ばかりもしてられないんだからな。どういうことよ？新種が発見されたのはいいが、海洋の汚染問題はどんどん深刻化していく一方なんだ。あ、それじゃあもしかして、今回発見された黒土クジラも、すぐに絶滅危惧種になるかもしれないから、保全活動を急がなければならないんだぜ。せっかく新種として発見されたのに、すでに絶滅危惧種だなんて。まあ、こういう世界ではよくある話だぜ。とにかくこれ以上個体数が減らないように、人間はできることをやっていく必要があるんだ。
続けて紹介するのは、サメなのかエイなのかよくわからん新種の生物についてだぜ。あら、サメなのかエイなのかわからない？これまた不思議そうな生き物が現れたわね。今回は鹿児島県にある、イオワールド鹿児島水族館にて展示されている生物が、実は新種だった、という事態のようだぜ。展示されてる生き物が新種だった？それじゃあ、これまで誰も気づかなかったってこと？まあ、そういうことになるんだろうな。こういう事態は非常に珍しいとは思うけどな。そりゃそうでしょう。まさか新種本人も自分が勘違いされているとは思わないでしょ。今回問題となった生物は、トンガリサカタザメと呼ばれる、サメと名乗っているエイだぜ。は？何言ってるのマリサ。サメって言ってるんだからサメの仲間でしょ？そんなこと言われてもエイなんだから仕方ないだろ。そもそも、サメとエイは近い生き物なんだからな。サメとエイが近い生き物？あんなに見た目が似ているのに何言ってるのよ。他にも、サカタザメと呼ばれる生物も存在している。こいつもサメと名乗っているがエイの仲間なんだ。確かにこれは、判断が難しいわね。頭の部分はエイっぽさがあるけど、尻尾のあたりになるとサメっぽい特徴も持ってるわ。これエイの仲間ってことになるんだ。サメとエイはどちらも軟骨魚類と呼ばれる、骨が軟骨で構成されている生物にあたる。お互い似ている特徴は多いんだが、見分ける方法はちゃんとあるんだぜ。見分ける方法？どこを見ればいいのよ。サメとエイの大きな違い。それは、エラが体の側面にあるか、覆面にあるかだぜ。サメといえば、特徴的なエラ穴が身体の側面に並んでいるのがよく見えるんだが、一方エイは、体が平たいために、側面というものがそもそも存在していない。そのためエイのエラ穴は覆面に位置している。これが大きな違いだな。そういえば確かに、そこは大きな違いね。あんまり気にしてみてなかったけど。さて、それを踏まえた上で今回の生物、トンガリサカタザメについて話を続けよう。トンガリサカタザメはエラが覆面にあるので、エイの仲間に分類されるわけだな。でも、トンガリサカタザメだと思ってたのに、どうして新種だってわかったのかしら？トンガリサカタザメは本来、灰色の皮膚をしていて、頭部のヒレ部分は少し固めになっている。が、ずっと勘違いで展示されていた生物は、トンガリサカタザメよりも体の裏が色白になっていて、さらに三角の布のようになっているヒレが、違いとして見分けられるポイントになったらしい。その三角の布の部分がお化けのように見えることから、もののけトンガリサカタザメ、と命名されたそうだ。なんかすごい呼びづらい名前になったわねー。とんがりの時点で面白い名前がついてるんだから、それ以上何か名前をつける必要はないんじゃないかしら。まあ、新種ではあるがとんがりサカタザメの近縁種であることは違いないからな。とんがりの名前を消すわけにはいかないから、このような名前になったわけだな。いろんな大人の都合みたいなものを感じてしまうところだわ。ちなみに、このもののけとんがりサカタザメが新種だとわかるまでに、20年を要したそうだぜ。ってことはもしかして、20年間本当にずっと気づかずに展示し続けていたってこと？そういうことになるな。とんでもない話だけど。っていうか、逆に何がどうして新種の生物だって気づいたのかしら？そこは、専門家たちが毎日見ているうちに、たまたま違いに気づいたとしか言えないだろうな。おそらくたまたまトンガリサカタザメを見ていたら、従来の種とは違うような気がして、詳しく調べてみることにした、といった感じだと思うんだが。でも、今回新種だって分かったのはあくまでも水族館、本来の海ではまだ発見されていないのよね？そこなんだが、本来の海で見つけるのはとてつもなく難しいんじゃないかと思うぜ。そうなの？だって特徴がほとんどトンガリサカタザメと一緒だから、普通に海で見かけただけでは判断のしようがないんだ。一度陸に上げてから調べてみないと、それぞれの違いがよくわからないってわけだ。まさかそんなことが、いや、でも海で見かけても確かに、それぞれの違いを見分けられる自信はないわね。そうだろう？専門家でも難しいんだし、水族館にいても20年間新種だと気づかなかった種だ。海の中で見かけて、すぐに違いが見分けられる人なんてそうそういないと思うぜ。そんなにたくさんの人を騙してきた、カモフラージュのプロかもしれないわね。まあ本人は全く騙すつもりなんてなかったと思うんだけどな。続いて紹介するのは、琉球列島に生息する、とある生き物たちについてだぜ。琉球列島、いかにも何か不思議な生き物が生息していそうな場所だわ。今回紹介するのは、南姫シオマネキ、南コメツキガニ、そしてコメツキガニの3種だぜ。あらあらあら、可愛いカニたちじゃない。特に南コメツキガニなんか、足がふにゃふにゃで。これで歩けるの？って心配になるほど頼りない足をしているわよ。大丈夫？霊夢が心配するほどやわな進化はしてないから大丈夫だぜ。この3種は琉球列島の固有種だそうで、研究対象としても有用な3体みたいなんだ。でもちょっと待ってよマリサ。
もう名前がついてるなら、新種とは言えなくない？実はな、霊夢、この3体はちょっとした勘違いで、学名をまだ持っていない3体だったんだよ。ちょっとした勘違い？一体何があったっていうの？実はこの3体、かつては学名を付けられていて、すでに登録は済んでいたと考えられていたんだが、実は学名を付けられていたのは、同じ種だと考えられていたフィリピンなどに生息するカニで、琉球列島に生息しているカニたちとは、別の種類であることが判明したんだ。ってことは、この子たちはそのフィリピンのカニたちと同じだと思われてたの？そういうことだ、同じ種だから、まとめてこの学名にしよう、って感じにしたところ、後になって別種であるということが判明して、琉球列島の3体は学名を持たなくなった。なんてかわいそうな、とんだ被害者よこれは、ちゃんと学名をつけてあげなさい。ちなみに南姫氏お招きは、よくオス同士で喧嘩しているみたいだぜ。うわ、なんかお互い見合って、今にも攻撃しそうな雰囲気を出しているわね。互いに発達した巨大な爪を構えながら、いつ頃攻撃するか様子を伺っている感じだな。まああくまでも喧嘩、命の奪い合いではないから、巨大な爪で相手をひっくり返したら勝ち、みたいな戦い方をするのが基本になっているみたいだ。まるでカブトムシの戦いみたいね。命を奪わないのは平和でいいと思うわ。続いて南コメツキガニについても紹介するが、こいつらは集団で行動しているのが基本で、砂の中のプランクトンを歩きながら食べているという生活スタイルをしているぜ。みんなでいるから安心感もあるしね。なんだかこの子は愛着が湧きそうだわ。ちなみに彼らのハサミ部分は非常に細く、二股のフォークのようになっているぜ。ほんとだ、細、こんなんでよくプランクトンなんか取れるわね。これくらい細いからこそ、砂中のプランクトンが取りやすいのかもしれないぜ。ちなみにカニといったら横歩きをすることで有名だと思うんだが、この南コメツキガニは、横ではなく前に歩くことが特徴になっているぜ。え？カニのくせに前に歩くの？怖いんだけど、意外と前方向に歩くカニは何体か種類がいるが、南コメツキガニの怖いところはそこじゃない。常に集団で歩いていて、隊列まで作るところにあるぜ。うわ、こわ、まるで軍隊みたいになってるじゃない。みんな同じ方向向いてるし。そう、常に集団で行動し、さらに隊列まで組むことから、こいつらは別名軍隊ガニ、とも呼ばれているみたいなんだ。軍隊ガニ、なるほどね。害はないんだろうけど、この数が押し寄せてきたら、ちょっとびっくりしちゃうかもしれないわ。こうして集団で活動する生物だから、巣穴を作ることもなく、ずっと移動して暮らしている。ただ、巣穴がない分天敵にもさらされやすいぜ。サギや千鳥などの鳥類には襲われるし、琉球列島にはオオウナギもいるから、そいつらも襲ってくるみたいだぜ。体が小さいと、天敵も多くなるわよね。そんなにヤバいなら巣穴作ればいいのに。おそらくこれだけの数がいると、巣穴を作って定住しようにも、周囲にある、プランクトンなどはすぐに食べ尽くしてしまうから、定住はしないんじゃないか？なるほど、確かにあれだけの数がいたら、周囲のプランクトンはすぐになくなるか。ちなみに3体目のカニ、米月ガニは巣穴を作って生活しているみたいだぜ。そういえばこの子は、南米月ガニとは全然違う見た目をしているわよね。こいつらは、集団でどこかに移動するということはそこまでないんだ。ただ、こいつらもちょっと面白いというか、可愛らしい生態をしているんだぜ。あら、可愛らしい生態ですって？どういう生態なのかしら？実は米月ガニたちは巣穴を作りはするんだが、自分の巣穴を決めているわけではないんだ。え、自分の巣穴を決めてないって、それつまりどうなっちゃうの？つまり、他人が作った巣穴に勝手に入る、みたいな現象が横行しているんだよ。ええ？そんなことしたら、巣穴を作ったカニが迷惑しちゃうじゃないの。そう思うところなんだが、どうやらカニたちはそこまで気にしていないみたいでな。他のカニたちも他人の巣穴に普通に入るから、もう何でもありみたいになっているようだぜ。なんというか、それはそれで平和になってるならいいのかもね。ちなみに、他人の巣穴に勝手に入ろうとするから、ブッキングも普通に起きるみたいだぜ。誰かがすでに入っている巣穴に入ろうとして追い出され、おろおろしているカニの姿も見られるらしい。あらやだ、かわいい。でも天敵がすぐそばにいる状況でそれは、ちょっと怖いでしょうね。生態なども結構詳しくわかっているのに、学名が一度消えたことによって、記録上は新種としてカウントされることになった、ケウナカニたちだぜ。続いて紹介するのは、奄美大島や四国の海岸にて発見された新種の魚だぜ。お、今度は魚なのね。一体どういう生き物かしら？そいつはハゼの仲間で、ミミズハゼと呼ばれる種だぜ。ミミズ？あ、ミミズみたいに細いからってことね。そうだな。大きいもので10センチほどにもなる種らしいんだが、今回発見された新種は、体長 1.2 センチほどの小型のミミズハゼらしいな。
今回発見された新種は、体の側面の点線模様が蜃気楼の一種、知らぬいを連想させることから、知らぬいミミズハゼという名前が付けられたみたいだぜ。知らぬいミミズハゼ？なんてかっこいい名前なの、ついつい声に出して読みたい日本語だわ。知らぬいというのは、光の屈折によって本来見えないはずの日が見えたことが言葉の由来になっているが、確かに今回発見されたハゼにも、知らぬいのような模様がついているぜ。名前がかっこよすぎるから、ついついハゼであることを忘れてしまいそうだわ。ハゼの仲間たちは、腹びれが吸盤状になっていて、そこで体を固定して、水の流れを耐えるなどの、対策をとっているみたいだぜ。へぇ？お腹に吸盤が、ちょっと腕とかにくっつけてみたいわね。実際腕なんかにもくっつくらしいぜ。試してみると楽しいかもな。しかしこのミミズハゼ、ちょっと変わっている点がいくつかあることがわかっているみたいなんだ。ちょっと変わっている点？今のところ知らぬいミミズハゼが発見されているのは、徳島県、高知県、鹿児島県本土、奄美大島などなどだが、主な生息地が、河川河口域と隣接した磯浜海岸に点在する、淡水の浸出部付近なんだそうだ。つまり、ほぼ海水だけど、ちょっとだけ淡水が混ざってるような場所が好きってこと？確かにちょっと変わってるかもしれないわね。それは、海に生息しているのかと思いきや、淡水もある程度はないといけないのかもしれないが、その辺の詳しいことはまだまだ研究の余地がありそうな生き物だぜ。ちなみに、知らぬいミミズハゼを含めたミミズハゼ属の魚類の多くは、限られた特別な環境にのみ生息するそうで、そういった場所は調査が進んでいないことが多い。つまり、そういう特異な環境を調べれば、新種のミミズハゼが見つかるのね。よし、私ちょっと海水と淡水が絶妙に混じってるところを探しに行ってみるわ。まあそれでもいるのは主に四国や近畿、九州の方だからあんまり期待できないと思うけどな。ちなみに、ハゼもウナギやアナゴ同様、体の表面はヌルヌルで滑りやすくなっているんだ。それはちょっと気持ち悪いかも、探すのやめようかしらね。ただ、ウナギやアナゴ、そしてハゼが体表をヌルヌルにしているのは、天敵から逃れるためもあるんだが、他にも何かと便利な機能を有しているんだ。便利な機能？どういうものよ？体表をヌルヌルにしておくことで、狭い隙間でも突っかえたり、皮膚を傷つけることなく通れる。天敵に見つかった時に狭いところに逃げ込むのは、生き延びる上では必須項目だからな。なるほどねー。ヌルヌルは気持ち悪いけど、生き残るためって言われると許せちゃうかも。ハゼの産卵期は春らしいんだが、この時期になると、どうやらオスの方が左右に張り出すらしいんだ。しかしその理由や、どのような目的があるのかは一切わかっていないみたいだぜ。方が張るって、本当に意味わからないんだけど、どういう目的があるのかしらね。もしかしたらメスへのアピールのつもりなのかもしれないが、効果のほどはわからないな。また、卵が孵化するまで、オスが卵を保護する役割を担う種もいたりと、ハゼという生き物は多種多様な進化をしているものが多いみたいだな。へぇ？ハゼって本当にいろんな種類が存在しているのねぇ。ちょっと調べてみたい気持ちもあるけど、多分そんなにも調べられるほど、数少なくないでしょう。まあそうだろうな。おとなしく専門家たちが調べている個体たちを見た方がいいと思うぜ。続いて紹介するのは、まるで鉛筆のように見える不思議なエビだぜ。鉛筆？鉛筆って、文字とかを書くときに使う、あの鉛筆？そうだぜ。そのエビはまるで鉛筆のような頭部を持っていて、かなりユニークな姿をしている。そんな嘘か本当かわからないような、わけわかんないエビ本当にいるの？この目で確かめるまでは信じないわよ私は。それじゃあ、実物の画像も見せていくことにしよう。これがそのエビだぜ。確かに思ったよりも鉛筆っぽさがあるわ。なんなのよこのエビ。このエビは鉛筆なミタナイスと名付けられ、研究が進められているぜ。このエビはどうやら海底や河口などに生息していて、体長は数ミリから1センチ程度なんだそうだ。頭部付近には触角があり、体には6つの節がある。エビというよりは、ダイオウグソクムシやワラジムシに近い特徴を持っているな。ちなみに、エビと紹介したが、正確にはタナイスという甲殻類の一種だぜ。へぇ？てっきりエビだと思ってたけど、また違う種類ってことね。鉛筆ナミタナイスは、波の穏やかな海中に生息し、全体的に半透明の甲羅に覆われている。目のある頭の先の黒さが、鉛筆を思わせるのが一番大きな特徴だな。確かにこの頭を見せられたら、鉛筆っていうのもちょっと納得してしまう自分がいるわ。でも、この黒い部分って一体何に使ってるのかしら？それは全くわからないぜ。ただの模様だと思うが、なぜその模様になったのかもよくわからん。ひとまず DNA 検査の結果新種と判明したから、新種の生き物として登録されてはいるが。でもこれを鉛筆に似てるって最初に思った人、かなり視点が独特な気もするわね。普通この頭の形を見たからって、パッと鉛筆に似てるとは答えないと思うわ。
これ面白いのが、和名に鉛筆と付けただけでなく、学名にも鉛筆を意味するモリビが、付けられたというところなんだよな。世界的に見ても鉛筆だと思われたのね。名誉なんだか不名誉なんだか。タナイスという種自体そんなに種類が多くなくて、新種が発見されるのは稀なんだが、そのうちの一体が日本の千葉県で発見されたんだから、まだまだ新種が眠っているかもしれないぜ。へえ、そうなんだ。なんか波が穏やかなところって言ってたわよね。それじゃあ、その辺を重点的に探せば、タナイスが見つかるかもしれないのね。よし、そこら中探し回って、新種に霊夢タナイスって名前をつけるわよ。別にそれは構わないんだが、タナイスのサイズは大きくても1センチいくかな?くらいのもんだぞ。そこら中探しても、まず生き物として認識できるかどうかもわからない世界だぜ。そこはほら、マリサの天才的なサポートを持って、なんとか見つけ出すって感じで。そう簡単に見つけられるわけがないんだよな。まあ、見つけたら見つけたで面白いことになりそうではあるが。っていうか、日本でも意外と新種の生き物が見つかるものなのね。これなら普通に生活してても、ある日ふっと新種の生き物を見つけられそうじゃない?実は意外と身近に新種の生物が、なんてことも十分あり得る話ではあるんだが、それをするには、生き物のことをもっと詳しく知っておく必要があるぜ。生き物のことを知らないのに、新種かどうか判断することなんてできないからな。そう言われるとそうかも。なんか手っ取り早く新種だって見分ける方法とか、ないものかしらねえ?最近だと、Google レンズが優秀だよな。その生物の写真を撮って調べさせて、特徴とかが一致しなければ、素人でも新種かどうかの判断がある程度できるわけだ。なるほど、それじゃあ生き物を見つけたら、片っ端から Google レンズで調べるわね。まあ、それでもやっぱり簡単に調べられるわけではないんだけどな。そもそも、Google レンズで調べたからって、お前じゃそれすらも違いがわからなさそうだしな。なんてこと言うのよ、私だって生き物の違いくらいわかるわよ。じゃあこの生き物、サメとエイ、どっちに分類されるんだっけ?それは、今日話したばっかりのこと、早速忘れてんじゃねえかよ。そんなわけで今回の紹介はこれにて終了だぜ。生物に関して興味がある方は、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。コメントもお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。